やあ、シン。よく来たね。あら、シド。何？レーネの胸が恋しくなったの？なんだとは随分ね。私はお邪魔だったかしら。だったら出て行ってあげるけど。どういうことよ。え？ああ、携帯ね。そういえば部屋に忘れてたわ。小鳥が忘れ物をするなんて珍しいじゃないか。私だってするわよ、忘れ物くらい。で、何の用なの、シド。妹にお小遣いでもせがみに来たの？違うなら何の用があるっていうのよ。確かに小鳥も精霊ではある。理屈としては間違っていないが。いや、それはそういう意味じゃなくって。私以外の精霊とデートしなさいってことよ。してきたらいいじゃないか、デート。精霊の暴走を防ぐための手立てだと思ってね。小鳥も少しくらい楽しんでくればいい。ダメよ、やっぱり。素直じゃないね。私のことは気にしなくていいの。気を使うなら他の精霊に対してしなさい。それに、私はレーネと現状についての対策を練らなくちゃならないし。実際、シドウとデートしてられるほど暇じゃないのよ。私は後でも構わないの。いいの！とにかく、シドウは他の精霊とデートすること。ほら、さっさと出て行きなさい。ただいま。他のみんなは？ずいぶん早いのね。で？ちゃんとしたかって聞いてるの？他のこと。デートを。じゃあ一体何してたのよ、あなた。
こまでバカだとは思ってなかったわ。自分が何をしなくちゃいけないか分かってない奴に気を使う必要ってある？あなたが今やらなくちゃならないのは精霊とデートして。シスコンよね、シドウって。まあもういいわ。今さら言っても今日はもう誰ともデートできないんだし。でなんでそんなに私をジロジロ見るの？うまいもまずいもないわよ。食べなきゃ仕事もやってけないから食べてるだけ。うるさいわね。別に美味しくないとは言ってないじゃない。シドの料理は味に慣れてるだけよ。でも私はシドウの作ってくれる料理は好きよ。あ、いや、そういうわけじゃ。何よ、そんなに食べさせて私を太らせる気？ちょっと、まだそんなに見て落ち着かないでしょ。そうかもね。最近はちょっと忙しいし。へえ、全然ダメ。ちっとも進まないわ。やっぱり今回の事件はいろいろと不明な点が多すぎるわね。ええ、その間精霊を暴走させないのがあなたの仕事。責任重大なんだからね。ところで他のみんなは夕食を早めに食べたの？もしかして、シドウが私と二人きりになるために。え？肝試し？お断りよ！私はそういうの信じてないだけ。苦手とか怖いとかそんなんじゃ。いや、それはわかったわよ。その代わり何か起こったらあなたのせいよ。責任持って私のこと守りなさいよね。シドウ、こちらは準備万端だ。そろそろ出かけよう。私もいつでも出られます。わかったわよ。
シード、あんまり小鳥ちゃんをいじめちゃダメだよ。もう、大丈夫よ、小鳥ちゃん。私たちも一緒にいるから、ね。頑張る。小鳥さん、大丈夫ですか？ああ、シドウくん、女の子を泣かしちゃダメじゃないか。まあ、怖がらせなきゃ意味がないのはわかるけどさ。お兄ちゃんは？うわ、シド、それは実にうまそうなケーキではないか。あそこのケーキ屋って美味しいから若い子にも人気あるんだよね。うん、そうか。ならば私もいずれ食べてみねばな。私はとっておきのこれだ。お兄ちゃんの目は節穴だね。ほらこれ、地域限定発売のだから、いつものと違うもん。あ、お供え用だからお兄ちゃんにはあげないぞ。しがみついてなんかない！いいから、このまま、しばらく動かないで。何よ。Thank you.
遅いからこちらから来てしまったぞ。お？なんだ、小鳥もここにいたのか。姿が見えなくなってみんなで心配したのだぞ。見つかってよかったです。そうか、よかったな、見つかって。それじゃあ先に行こうか。砂糖はいくつにするね。うん、そうかね。シン、精霊たちとのデートは必要不可欠だ。しかし、今の安定していない状態で精神的な負荷をかけるデートはかえって暴走を誘発する恐れがある。わかるかい？何も起きていないうちはいい。だが、君の行動は精霊の状態に強く働くということをくれぐれも忘れないでくれたまえ。医務官が見てくれている。まあ、特に問題はないだろう。小鳥は自ら失神したんだろう。リミッターをかけていたんだ。自分が暴走しないようにね。そうでなければ付近一帯が灼熱の焦土と化していた可能性もある。シン、君が暗い顔をしていては精霊も安心できない。失敗は失敗として受け止めて次につながるようにすればそれで良いのではないかね。ん？そうかね。私はいつもこの倍は入れるのだ。やはりまだ足りないな。まあ、これは後で追加するとして。シン、今天宮市で起きている現象についてはまだ分析ができていない。プラクシダスが機能不全を起こしている状態で思うようにいかなくてね。我々も歯がゆい思いをしているのだが、しかし天宮市全域に及ぶ霊波反応はおそらく広域結界の類と見て間違いなかろう。通常の精霊の霊波と比べても比較にならないほど強大な力が働いていることは分かっている。それはこっちで調べてる。あなたが気にすることじゃないって言わなかった？こんな状況でいつまでも寝てられるわけないでしょ。貴重な時間を潰してまで付き合ってあげたっていうのに、安定させなきゃいけない精霊を逆に暴走させそうになるってどういう了見なの？バカなの？死にたいの？まあ、付き合ってしまった私の落ち度でもあるけど。とにかく、指導は精霊を安定させることを第一に考えて行動してちょうだい。ふ
それじゃあレーネ、私たちは帰るわ。うん、そうかね。まあ、時間も遅いしな。では、近くで降ろすとしよう。